定して。おお。知ってました。私たちが大好きな。トッパさん、サンジさんか。あ、いいでしょ。いいでしょ。水着。頑張れマリア。あー、頑張る。早い。サンジさんか。私もクオークーペンとやらを引きたいんですが。気持ちいいよ。さあ、私も全部溜まって入りました。いや、十分いいでしょう。お、来ました。いいね、いいね、最高じゃん。あ、赤が 70%。 よし、 70%。 あ、ややよく青よ。ざっくりいけいけ。30。マリアはあと何個？あと1個。あー、ここで来ちゃったな。33個。あー、ダブル。私も33個。どうでしょう、1個ぐらい。あー、白だー。あー、80%。ここカットイン欲しい。あー、ダメー。楽しくなってきた。楽しい、楽しい、最高です。いいよ、シンプルでも。マリアだってここ頑張らないと終わっちゃうもんね。終わっちゃうんです。頑張れ。終わった。90欲しい。はい、いけ。あ、え、マリア何枚いて、なんかラス、なんだ、え、ちょっと待って、110枚乗せました。あ、でもすごいね、100も立ってたの、乗ったんだ、それはすごい。あ、これ強チリ？あ、違う、弱チリ。あ、何？なんかラスト試練。50% です。ラスト試練っていうのをもらいましたよ。何だい？はい。ラスト試練7個目。ちょっと待って、ラスト試練って何？70枚でここは終了です。え、でも楽しかった。これ本当楽しい。大好き。楽しいね。うん。ね、このラストシーンで、ヒドゥンジャッジへの挑戦権ってなるらしい。はい。が、まあ今7個ありますよと。うん。で、数が多いほど突破期待度が高まる。うん。ヒドゥンジャッジを突破できた際は、うん、ヒドゥンエピソードへと移行してそこで真のエンディングを見届けられると。そのエンディング見届けた矢先には何かがあるんですか。またじゃあもう感想じゃない。今何枚出てる今ね。1300万。ちょっと初めてのことだからどれぐらい持ってたらいいとかも分かんないね。それは全部獲得しまして、はい、狙い演出成功で、何これ、なんだっけ、なんとか初めてのことだからね。ヒドゥンジャッジ、ヒドゥンエピソード、うん、いけます、ラスト試練。本当のラスト試練ってことですね。何個あるの？あ、減っていってるの今。減っていってる。何すればいいの？狙い、なんかカットインが出るんじゃない？あ、なるほどなるほど。先生役は激アツ。オッケー。先生役は激アツ。お、10ゲームあったら引けるよ。まだ何か引けるよね。引けます。12個はちょっと心もとなかったんじゃない？なんかこんな静かにさ、やることないよね。ないね。なんかさっきまですごい賑やかだったのに、ね、このラスト試練は1500万オーバーです。わー、なにすんって終わるかな、すんって終わっちゃうかな。いけるいける。狙いも出ないと。びっくりマークがいい。びっくりマーク、びっくりマーク。あ、狙いは出ました。揃えた。頼む、お願い、いきます。おー、すごい。え、すごくない？本当に揃った。揃いました。え？
きました。やりました。素晴らしい。イエーイ。上手。さあこれで終わりかな。1696枚で終了でございます。いやエンディングは1000枚も行ってないけれども、大幅なプラス見れました。大幅プラスです。すごいすごいね。入ります。あれは大丈夫。はい、来ました。さあ残り枚数があとわずか77枚なので、ここで1個ピースを取りました。よし、残り6枚、これでラストです。あー、引いたのにな、いろいろと。終わりです。いけ、一発勝負かな。勝負、一発勝負、いくぞ。やる、きつー。1079枚で終了です。あと1個引けてたら、うわそれ悔しいの。悔しい。でもまあプラス域にはとりあえずは入ることが、はい、ね、あー悔しすぎるよ今の。悔しいな。これは当たってるっぽい。何、もう神様、神様出てきた。元気アップ、一周決め。これはね、チャンス目です。あ、レインボー。早い、早かった、当たりました。素晴らしいです。ゲーム数が123ゲームです。あとは色を変えるだけの簡単な作業です。そうでございます。さあこれで全てのベルを取り終わりました。レベルは1です。チャンス目か。どうしようかな。でもチャンスゾーンやってみたいんだよ、しりとり。あ、し、うん、しりとりやってないもんね、まだやってない。でも10のなんちゃらもちょっと、10の迷惑、迷惑も 18%。 もうちょっと枚数欲しいよね。もうちょっと欲しいなってなったらノーマルでチャンスゾーン行っても OK で、ノーマルで。まだ余裕ないもんね、私たち。そう、まだある。分かった、ノーマルで行きます。今日 20% しかここ引いてないんですけども、ただ3連続で 20% 引けるほどの腕は持ち合わせてないんで。いや、引いちゃうんじゃないですか。ここはちょっとしりとりだと思うんですが、どうでしょうか。あ、本当だね、さっきチャンスアップだね。チャンスアップだったと思う。そんな 20% を引いてたりなんか、なんかしないよね。さあ、じゃあしりとり J です。初しりとり、はい、はい、来ました。いいか、あと3つ。そなた、頑張る。ラスト2。あ、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 落とした。お願い。あ、悲しい、このチャンスゾーン終わるときはあかり。ほら、そうなんだよね。あー、そっかそっか。なんで今になって連続でリプレイを。だったら信用ね。これ終わった後のポイントどれぐらいあるかも。なんぼ？えよい。あーやばい。じゃあと1回2回入れてもらったら。1回。ちょっと、はい、入る？はい。ここも入らないと、もう入らないと罪ですね。あ、来た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 。頑張れ頑張れよ。レイクレイクレイク、レア役やん。よし、いいねいいねいいね、いいね。5ゲーム全部100。100 100 200 200。いいよ。でもまあまあまあ、もう一回入れよう。もう一回、まあ、続くこともあるから。うんうんうん、そう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 。やばい、今何本？あと、あと300、あと300、あと300。で、あと残り20ゲームで戦場です。もう一回。もう一回入ってお願い。あるよ。あるよ、あるよ。ある、煽ってね。あるよ、煽ってるよ。めっちゃくちゃ。お願い。
か。すぐすぐある。あと7ゲームだよ。嘘でしょ。嘘でしょ。なになになに。あと210ポイントだよ。あーやだー。いや、お願いお願い。あと3ゲームなんか、なんかない、なんか。あと何160ポイント。滑り込みセーフにならない、それ。滑り込み無理。滑り込みない。あ、え、なになに。あ、なんかいた。でもラッキーってなってるよ。ラッキーだから。レアヤコじゃん。レアヤコ。じゃあもう天井じゃない、これで。天井だわ。ゲーム数だ。ゲーム数の方が来ちゃった。これは辛いね。あと160ポイント足りませんでした。あと1回入ってたら。え、マジで本当に。10の迷惑。やらかしたこれは。やらかしたね。もう入れるしかないね。入れるしかない。黄色スタートです。あ、いいねいいね。いい、黄色スタートはいいじゃん。いいよ、あげようあげよう。お、待って、いや、やっぱり、あー、わ、4つ上がったけど2か。レベル2です。頑張ってください。はい。どっちで行くの。 25% なんだよな。ここで入れたらもうさっきの天井のことも忘れれるよね。そうなんだよね。逆に言えば 25% 行こうかな。4分の1でムカついた。ムカついたでしょ。あとちょっとなんかもうムカついた。それをぶつけてもいいよ全然、うん、ぶつけるわ、うん、4分の1取るかっこいい。4分の1取る。気合が感じられる。どうしようかな。迷ってんのかい。まあでも分かるよ。だって大事な天井まで行ってね、減らしてるから。天井まで行ってるからね。そこはまあまあ、マリアに任せるよ。まあでも思うがままに言ってほしい。見たいのは10の迷惑でしょっていうことなので、こっちで行きます。決めた。決めた。 OK。 25%。なんかチャンスは欲しいね。うん。あ、来た。ルーレットは普通だけど。あ、でもついてるついてる。めっちゃ嬉しい。できた。たっぷりも来ない。来ないけども。ほい。こんな安心して見れることないね。本当に。いやーすごーい。いやー、マリアの本気が見れました。本当にぶつけてよかった。あそこでひよってたらね、入ってもなかったかもしれないからね。いや、すごいわ。これはマリアが勝ち取ったものです。勝ち取りました。ということで、10の迷惑特化ゾーン見せることができそうです。はい。こんな感じなの、これは。マイゲームボーナスで、はい、なんかね、ベルで10枚、20枚、30枚、50枚、100枚が1対1なの。全部、お、平等、均等なの。50枚、でかい。毎回100ってこともあるんだ。毎回、つけてはくれる。10枚ベルだね、ベルが大事。紫じゃない？すごい。うわ、すごい。最高最高。ベルベルベルスト。ラスト5ゲーム。あ、ベルが欲しい。ベル欲しい。お、10枚。
そうか。50枚。いや、でかい。めちゃくちゃ大きい。360枚。やりました。なるほどね。こんな新しい特化ゾーンからスタートできるんだ。最高だね。ということで360枚。どこまで行く？360枚スタート。だからさ、さっきの周期さ、ゲーム数かで熱くなるのかこれで分かるよね。ね、周期でったら今のがついてくるわけだわ。そう、でかいもんね。めっちゃ大きいよそれは。赤い赤い。セリフが赤だったよ。誰と？おお、なんかちょっと熱そう。ああ、これは多分歌ってるな。ああ、来た、当たりました。483ゲーム。黄色からもう一個上に上げたい。あ、黄色です。入れよう。無理をしない、左に行きたいと思います。チャンスゾーンを射止める。これで行く。でかな、しりとりかな。20パー来い。20パー。じゃない。しりとり頑張りますわ。マリアさん頑張ろう。リプレイをつけばいい。リプレイすぎー。ラスト。ラスト。あらぶる。あらぶるわ、それは。26枚って。あ、オールベルだったら。オールベルやったらの10の迷惑。あー、持ってないわ、私は。だろう。あ、来た、今来た。あ、チャンス目。すごい。チャンス目の激アツでございます。残り5枚で残り5枚でもこれピースは1個いけた。神様がやっぱ来たら熱いもんね。派手や。あ、サーク、うん、チャンス目叩かれました。はい。すごい。じゃあ、キングズギャンビット。うわ、やばえ、これこんなに入るのかな。こんなに入るものなの。楽しいやつ。80%、90%です、全部。全部90がいいな。全部90でお願いしたいな。80、十分よ。ただシングル揃い。いけ、あー、まあこんなもんだよね、うん、80% って、うん、平均的だよ。ゲイゲイ。90%の時に頑張ればいいもんね。
いやちょっとこれね頑張るくないよ。来た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 、楽しいやつダブルで、おお90% だから、え、10%、あ、え、何これ何これ、怖い、なんて、爆、うわやばすぎる、かっこいい、始める前に終わってんだって、ちょっと怖がってたよね今ちょっと何怒るんだろう、何が起こると思ってめっちゃ怖かったよ、びっくりした、あ、最後もったいない、揃えとこう、あー、いやでも随分あれがあって最後の一撃があったから290枚になりました、はい、今マリアさん、はい、まあ、私やめようと思ってるんだけど、400枚マイナスぐらいなの、はい、しずちゃんが400枚マイナス、そう、私が今1000 6000円投資、1300枚ぐらいあるからあるある、このままノーマルタイプってなんとかプラスに持っていこうかなっていう考えもあるんだけど、うん、今の現状を2人合わせてクオカードプレゼントできるぐらいは、現状でもいける、マリアのおかげである感じなの、え、じゃあでもマイナスなの私の収支が、あ、全然いい、2人であれだからじゃあちょっと待っててあのちょっと待っててもいつも申し訳ない、 いらないことしない方がいい、いらない方がいいよ、一回減らしてしまったら、あ、ちょっとあの待っててもらってもらって、余計なことせずにちょっと見守りたい、すぐ終わったらちょっと分かんないから、あ、分かった、じゃ一旦見守り隊に入らせていただくね、お願いします、お疲れさん、すいません、じゃあちょっとよろしくお願いします、はい、任せてください残りは、じゃあ七瀬は先に実践を終わりたいと思います、はい、ありがとう、いつもありがとうございます、頑張ります、はい、さあ完成して、あ、キングズギャンビット行きました、はい、キングズギャンビット来ました、キングオブではないですが、お、今日はレア、あ、今日はチャンス役が冴えてます、そうですね、あ、目押しミス目押しミス、スイカで上の足で30枚でかい、いや次からちょっと弱いね、でも青でも 80% とかあるけど 33%、 あーこれで2爆か、さあダブル、おー行きました、タイでも十分 33%、 さあこれで5勝分が、なくなりました、100枚、かっこいいんだそう、うん、うん、出ない、ラスト出ない、さあちょうど100枚、まあ十分です、100枚残り270枚、ピースありました、さすがに無理、さすがに無理よね、1033枚です、なんかシサーがありますよね多分、1033枚終了でございます、さあ、実践時間が来てますので終わりたいと思います、銃の迷惑も引けたし、見せられるところ楽しいところは見せれたんじゃないかなと思います、エンディングまでよろしくお願いします、ありがとうございました。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。先に言います。はい。今日も、うん、ありがとうございました。そしてすいませんでした。いや全然。二人で楽しんだ感が強かったくない？今日は。いや楽しかったんだけど、うん、やっぱそれに出玉をついてこさせてこそじゃないですか。えでもね本当に昨日と一昨日。本当実践結構悪すぎて、あもう無理だわって思って、今日もうち自信なかったけど、うん、あれってなった。あれ野々村収録私ちょっとやれますかみたいな。かっこいいっす本当に。姉さんかっこいいっす。やめてやめて、ちょっと褒めら、なんか慣れてないんで私。いやもう本当に強い、はい、七半なんかね、マリオン勝率いい気がする最近特に。いやでも始まってからずっとそんなにこう乱れて乱れてが続いてることはなかったと思う、うん、たまに狂ってる、たまに土地狂ってる時あるけど。いやでもそれ私の方が比率が高いから、だから本当にマリアの収支がどんなもんかってのは分からないけど、ね、多分7班収録のトータル収支は多分大幅なプラスで、もうマリアが7班を支えてくれています。本当に本当支えられてる、支えられてます。なくてはならない、なくてはならないです。ありがとうございます。なんならマリア一人でも成立します、もちろん。そうではないです。で私まとなりでね、うん、打ち切ったんだけど、最後の最後あっこで、まあ、オールベル引けてたら今頃ねちょっと違う結果になってたのかなと思うんですが、投資の方がまず920枚、回収は545枚ということでマイナス375枚でした。はい、すいません。マリアがあっこからどこまで続いたかっていうのが分かんなくて、最後の AT が、まあ、ちょっと1000枚ぐらい出ました、うんうん。結果言いますね、はい、投資が276枚の、うん、回収が2001枚、プラスの1725枚で終了しました。 2001枚2001枚でプラスが1725枚。2回ともさ、その AT をさ1000枚以上伸ばしてるってことだもんね。なんかね、でも初打ちの時と全然展開が違くて、うん、すっごい今日楽しんだって感じ。あ本当に楽しめました、信頼を。それは私の最高、あ私のおかあれおかげでは、隣でちょっとワイワイと楽しんで、おかげです。ありがとうございます。言わせた感すごいけど、本当に2人でね、AT も楽しめて、感想もしたりとか、なんかいろいろお互いちょっと出し方がちょっと違ったよね。そうだね、うん、そう空白面とかね、あれ弾きたかったけど、そうそうそう、私は弾いてないんで。多分あの天井からのゲーム数じゃなくて、中期の方もダメだったけど、ね、もし行ってたらこうなってたよっていうのをすぐ見せてくれたじゃん。あそこで挑戦してよかったなと思いました。 25% ちょうど取れてね、素晴らしかった。そういうことでも2人の結果なんですけども、はい、2人サマイス1626枚、あ、2.1枚、まあ2枚、うん、ですね。ありがとうございます。本当にこちらからですね、応募の方していただいて、はい、よろしくお願いします。これでも本当に3連続でクオカードプレイできているっていう、うん、結構枚数あるんじゃないかな。そうだよね、ストックできた、ストックできてます。本当に、はい、ご応募の方ぜひぜひ、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。次回ね連勝できるようにします。私の力が本当に、ね、あの楽しんでやる番組だから、まあまあまあそうですけども、ね、やっぱり楽しいね、うん、ちょっと今日は頑張るんで、今日は今日の夜頑張るの。オッケー、コンディション整えて、そうだね、明日に向けて、明日に向けて頑張るんで、はい、ぜひ来週、はい、あの七瀬がちゃんと出せるのか、もうマリアはもう一切心配ないと思うので、いいですよ、出せるのかどうか、ぜひ来週も見てください。ありがとうございました。せーの、七半。